ありがとうございます。大阪府知事の橋本です。四天王寺はともこのように華やかなご盛会、誠におめでとうございます。また関係者の皆さん、実行委員会の皆さん、大変なご苦労があったかと思いますが、このように盛大に開かれましたことは皆さんのご尽力のおかげです。本当にありがとうございます。また韓国大使もわざわざ大阪までお越しいただきました。ありがとうございます。日本、韓国、また中国も含めてなんですが、日中韓、もうこれは仲良くするしか道はないんですね。もう隣人ですから、もう仲良くするしかない。絶対にもう仲良く平和にそうなるしかありません、ただ政府といいますかね、国の代表となるとやっぱりいろいろと国益というものを背負わないといけないし、オフィシャルというかちょっとこう正式な場に行くと肩肘を張ったようなそういうお付き合いになりますから、やっぱりこう意見がぶつかり合うところも出てくるでしょう。日中間にはいろんな歴史的な経緯があって、やっぱり今までの世代、これはもうしょうがないところだとは思うんですが、遠慮するところもあったでしょうし、やっぱり言いたいところも言えなかったこともあったでしょう。もちろんこれは何もかもそれ全部悪いというわけではなくて、当然歴史というものがそういうになっているわけですから、それは致し方のないところがあったかと思います。ただそういうようなお付き合いをしているとですね、やっぱりその関係においてどうしても乗り越えられない壁が出てきます。この壁を乗り越えるためには、やっぱり本当に自ら言うべきところを言っていく、日本も中国も韓国も自分たちの主張をきちんと相手にぶつけていく、そこで少々が激しいぶつかり合いになるかも分かりませんが、そこからどうやって目の前の壁を乗り越えていくのかが、少しでもその解決策が見つかれば、僕はそれが乗り越えるための、壁を乗り越えるための第一歩になるというふうに思っています。ただそのような言うべきことをこう言い合うというようなこと、この前提としてはですね、本当の信頼関係、友情関係がなければ言いたいこともなかなか言えません。やっぱり今までは日中間遠慮し合うところが多かったのかも分かりません。ただもう僕らの世代、やっぱり本当の友情関係、本当の信頼関係を築いて、今まで乗り越えられなかった壁を乗り越える時期にもう僕は来ているというふうに思っています。東京政府代表、また韓国の政府代表、中国の政府代表者がしっかりと本当に言いたいことを言えるためにも、ここ大阪においては本当の友情関係を日本韓国で深めていかなければなりません。幸いに大阪には韓国の方が大勢住んでいらっしゃいます。僕の友人にも韓国の友人たくさんいます。同級生たくさんいます。やっぱり本当に付き合いを、本当に友情関係を深めるためには、もっともっと密に、もっともっと家族ぐるみの付き合いを、家族的な友好関係を、家族的な付き合いをしていかなければなりませんが、その役割を担えるのは僕はここ大阪だと思っています。これから日中韓が新たな時代を切り開くためにも、もう大阪、そして韓国、そして大阪中国、そして中国韓国、大阪を拠点として真の信頼関係を深めていきたいというふうに思っております。ここ浪速の宮、どうも東アジアの国際交流の拠点だったらしいと、僕も知事でありながらそういうことを全く知らずに、今日ここに訪れてこんなに盛り上がってるってことをびっくりしました。いろいろ資料を見て、ものすごい祭りだということは聞いてたんですが、うわー、こんなにすごいお祭りがここで開かれていたんだなとびっくりしました。国際交流の拠点になるにはやっぱり都市の魅力が必要です。大阪の魅力が必要なんです。上海に行ってきましたが、もうみんな世界各国から人が集まってきています。大阪もかつてはそうだったんでしょう。ちょっと少し前までは大阪元気がないとか言われていたかも分かりませんが、これからは違います。皆さんと共にもう一度大阪が東アジアから見ても非常に魅力のある街に、そして大阪に行ってみたいな、集まりたいなと思えるような、そういう街づくりをしていきたいと思います。
皆さんと共に大阪の魅力をどんどん築き上げていきたいと思いますので、今後ともご協力のほどよろしくお願いします。まあ、浪速宮が今までは東アジアの拠点ということなんですが、まあ、僕はできたら WTC がこれからは国際交流の拠点になってもらえたらいいななんてちょっと思ってるんですが、なかなかそうも府議会議員の先生方とまだ議論が詰まっていませんので、これからきちんと議論をしていきたいと思います。本当に日本韓国、日中韓東アジア本当の意味での信頼関係をここ大阪から築いていきましょう。四天王寺ワーストの開催、本日は誠におめでとうございます。